いたぞ、高部たちだ。よう、ちょっと待った。何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい、わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員が真淵に踊らされてんだ。だろうな。分かってる。真淵の首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのは真淵一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。俺が口でどう言おうがあんた引かねえ。そういう人だ。でも俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いがよ。あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に着脱する理由ができちまう。春日よ、てめえどこまで舐める気だ。やってやれ俺。
ビるじゃねえぞ。勝てると思ってんのか。どうするかね。支援を頼む。了解、攻撃開始。標的を捕捉。いねえよ、ハドども。俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。